おお、1年ぶりに来たけど相変わらず綺麗ですな。本当だね。トロントはですね、すっかり夏も終わって冬が来ました。今年寒くなるの早いよ。さあ、フィオ、イッシュボーヒカリ、エン。さよ。どうも、ヒカリと。さよです。振り返ってみると、今年の夏は3年ぶりに復活したイベントがたくさんあったり、よくよく考えたら、さよが去年帰ってきたのが9月の中旬だったので、さよと夏を過ごすっていうのも3年ぶりだったので、とにかく週末はたくさん出かけてました。10月に入ってイベントも落ち着いてきたので、トロントの一瞬の秋を楽しもうと、久々にハンバーリバーまで遊びに来ました。今日はもみじ狩りでもしながら夏の思い出を振り返ろうと思います。さらにあわよくば去年の秋は微妙にしか見られなかったサーモンの川登り、通称サーモンランも見られたらいいなと思ってます。ちなみにサーモンは川を登っていくんですけど、我々はダンザスストリートウェストからスタートして川を下っていきます。さあ、ちょっと川の近くに行ってみましょう。サーモンいるか？いるかな。泳いでなさそうだね、うん、早くも不穏な空気が漂ってますが、ただ紅葉は綺麗だね。うーん、夏はいろいろしたね。いろいろありすぎたね。まず何したっけな。ヨガしたじゃん。ああ、ヨガね。おはようございます。早起きおじさんたちだよ。我々は今オンタリオ湖沿いにあるオンタリオプレイスという場所にいます。この中にあるトリリアムパークという公園で毎週末無料でヨガレッスンが行われているということで、今日初めて参加しに来ました。6月の中旬から9月の末まで基本的に週末、うん、朝10時とか11時スタートで開催で1時間ね、無料のヨガクラスをやってて、まあ、自分のマット、まあ、俺らはマットないから普通の布の大きめのレジャーシートみたいなの持ってって、そうそう、お水ね、あとそうだね、うん、水は大事なんで水持ってってって感じで、 もうそれだけでいいから全然気取らずいける。さよはヨガウェアを着てちゃんとやるんですけど、僕は初心者なんで端っこでひっそりとやりたいと思います。いやー、楽しかったね。楽しかった。ヨガってもっとまったりやるもんなのかなと思ってたんだけどさ、意外と体幹とか使って逆に結構疲れたかなっていう感じがしたんだけど、でも同時にリラックスもできてすごい良かった。私は家でやるのと違って青空の下だったからすっごい気持ちよかった。それに年齢と性別関係なくいろんな人いたよね。本当にね、結局気に入って2回行ったね。あと景色がすごいいいから。あ、そう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 、夏の朝日と木漏れ日と、そう、あとレイクからのこう風、鳥の鳴き声と、 あれはね、朝頑張って起きて行く価値は十分にあるよね。来年もっと参加したいな。そうだね、あの毎週行こうか。それはちょっとえ、何さよ、何だって。暴れてるよ、ほら、すごい、でかいの。あー、いるいるいる、暴れてる暴れてる、めっちゃでかい。おー、すごいすごいすごいなんかさ、タイミング的に見れないかなと思ってたからさ、もはやあの、こういうところ登ってなくても感動するね、いてくれただけで。あと屋外といったら屋外映画もたくさん行ったね。久々にクリスティーピッツパークへやってきました。今日はトロントの夏の風物詩、屋外映画を見に来ました。トロントアウトドアピクチャーショーっていうんですね。今日が7月の24日なので、これか、サンセットブルバードっていう映画が見られます。すごい、あそこのブースでわざわざグッズも売ってます。 T シャツとか売ってました。そしてこっちにはフードトラックまで来てます。結構本格的。あれがスクリーンだね。ということで、じゃあこの辺に陣取っちゃおうか。ちなみにこの映画屋外でやってるってこともあって、日が落ちてからの上映になります。
今だいたい7時ぐらいなんですけど、さっきスタッフの人に聞いたらだいたい9時ぐらいから上映開始するって言ってました。なのであと2時間ぐらい待ちたいと思います。現在だいたい8時半なんですけど、ようやくスクリーンを立ち上げようとしてます。すごいスクリーン出来上がった。すごい楽しみだね。クリスティ・ピッツパークの屋外映画っていうのはすごい有名なんですけど、うん、他の公園でもちょいちょいやってるんだよね。うん、うん、そうだね。で特に俺ら今回ラニーミードステーションの近くにあるすんごいちっちゃい公園でやってる映画も何回か見に行ったんですけど、うんうん、最初見たのがルカ、ルカ、うん、で2個目がエンカント。エンカントか、うん、そうそうそう。どちらかというとあそこファミリー向けで子供向けな映画が上映されてる感じではあったけど、うん、そうそう子供いっぱい来てたしね、うん、あでそうあそこさあれだよね、しかもお菓子くれんだよね。あそうだ、できたてポップコーンがすごい美味しかった。さよかなんかもらってきました。わーい、何くれた。なんかクッキーにハロウィンのお菓子みたいな、お菓子の詰め合わせと飲み物と映画といったらポップコーンももらってきました。この映画はもともと夏にこの公園でやる予定だったんですけど、天気の関係でプッシュバックされて9月の末にやることになりまして、今日めちゃくちゃ寒いので着込んできました。楽しみです。でさらにそれで言うとさ、うん、9月3日がナショナルシネマデーだったらしくて、映画が1本3ドルで見れるっていうイベントもあって行ったね。うん、まずは1本目見てきました。何を見ましたか。トップガン見てきました。トップガン見てきました。すごい迫力満点で楽しかったです。ちなみに今回我々が取った席が VIP 席っていうところなんですけど、普段料金高いんですけど今日この席も3ドルということで、すごく快適に広々とした席で見ることができました。すごい広かったよね。うん、 VIP エリアに入るのには ID チェックが必要なんですけど、そのエリア内であればアルコールの提供もあるので、お酒飲みながら映画を見たい人はそういうこともできるので、すごくおすすめです。おしゃれ。1本目って今言ったんですけど、そうなんです、実は今日3本映画見ようと思ってます。今ちょっと間があるので休憩してるんですけど、またこの後次の映画見に行きたいと思います。さあ2本目見てきました。2本目はブレットトレイン弾丸列車を見てきました。いかがでしたか。キャラクターのそれぞれの物語が入り混じっていて、それがテンポよく進んでいて面白かった。なんか海外あるあるの履き違えた日本の描写っていうのこそ気になったんですけど、まあ、それを除けば冗談がすごく多くてずっと笑ってられる映画で楽しかったです。ということでまた時間挟んで次の3本目見に行きたいと思います。3本目はスパイダーマン。しかも今回のスパイダーマン 4D とかいうやつで見れるんで初めてなんで、すごい楽しみです。トップガンと弾丸列車は VIP 席で見て、うん、でスパイダーマンを 4D で見たんだよね、うん、そう。でも嬉しかった、スパイダーマンそういうので見たかったから。なんかね、もうマジで普通にアトラクションに乗ってる感覚だった。そうそう、もうスパイダーマンと一緒に空飛んでるみたいなのをやってみたかったから。面白かった。なんか脇道あるから入ってみてさ、ここ、うん、おー、うわ綺麗な眺め。あとライブにも行ったね。うん、そうだね。この夏は2つライブに行ったね、うん、ライブ行くのも本当に久しぶりでさ、それこそライブという字のごとくこの臨場感、うんうん、すごいなんか久々でなんか感動したな。ねえ、うん、お次はですね、超久しぶりにライブを見に行きます。ということでカレッジストリート沿いにあるアクシスというライブハウスに向かっております。ちなみに誰のライブでしょうか。コナーメイナードです。さよがおごってくれました。このコナーメイナードは2012年にデビューしたイギリスのポップシンガーです。当時ジャスティン・ビーバーがバカ売れしてて、世界中でこぞって若手シンガーがデビューしてたんですけど、コナーもその一人です。最近では YouTube でカバー曲を中心に曲を出してます。で僕デビュー当時から彼のことを応援してたのですごく楽しみです。会場がライブハウスだったから本当に距離近かったね、うん、俺らの前に2列ぐらいだったかな、うん、それくらいだった。立ち見だからもう目と鼻の先に
コナーがいて、うんうんね、パフォーマンスもすごいパワフルで良かったね、うん、結局チケット1人3000円ぐらいだったっけ、うん、すごいよね、日本じゃなかなかありえないじゃないかな、うん、で2組目に見たのがリンゴスターですよ皆さん、リンゴスターかのビートルズのリンゴスターですよ。これはねちょっとあの知り合いが行けなくなったってことでチケット譲ってくれたんだけど、最初はあリンゴスターかと思ってなんかほらやっぱりどうしてもさポールとかさ、まあ今は亡きジョン・レノンとかばっかり想像しちゃうから、ああのビートルズのメンバーねっていうぐらいで、ああ行きたい行きたいって感じでチケット譲ってもらったんだけど、いざライブが始まったらさ、あ俺は今すごい歴史的な瞬間に立ち会ってるんだぐらいの感動があって、っていうのもやっぱりさ音楽業界の中で、うん、もうレジェンドの一人だよビートルズ、うんうんうん、それとあ俺って同じ時代をまだ生きられてて、うん、その人がパフォーマンスするのを見られるんだっていうあのことの重大さ、それにねライブ始まってから気づいてすごい感動した、ね、会場も、うん、トロントのダウンタウンにあるマッセイホールっていう結構歴史のある、うん、なんていうのかなこう劇場みたいなところでやったんだけど、まあ、それもなんか渋かったし、うんうんうん、隣のおじさんをふと俺見たらさすごい嬉しそうな顔でさ立って手拍子とかしててさ、うんうん、あやっぱ彼らの青春のアイドルなんだろうなと思って、うん、それにね食らったとこもあった、うん、あとでもなんかその年齢層が高かった分なんか落ち着いててよかったな、あそうだ、ね、ライブが前座もなければアンコールもなかったよね確かね、あそうだね、もうスパッと終わったね、うん、スパッと始まってスパッと終わったからなんか大人のライブでいいなってすごい思った。パフォーマンスしてたのがリンゴスターとその仲間たちみたいな感じだったんだけど、リンゴスター&何だったっけ、ヒズオールスターズ、ヒズオールスターズか、うん、で一人一人年齢もすごい高そうだったんだけど、でもみんなすごい姿勢もピンとしてたしさ、うーんエネルギーもすごかったしさ、なんかもう圧倒された、あの年になってもあれだけ元気でいたいなと思ったし、あの人たちにはあのままずっと元気でいてほしいなとまで思わされた。ちなみにさリンゴスター年齢とかあんま詳しくなかったからさ、まあ60後半とかかなとか、まあ言って70手前ぐらいかなと思ったけど、実際家帰って調べたらいくつだったんだっけ、82、82歳ですよ、びっくりした、びっくりしたよ、82歳がライブ会場で歌う歌うってちょっと想像できない。そんな中ね俺ね一曲泣いちゃった曲あんのよねそうだった、しかもその曲ビートルズの曲じゃないしねでその曲っていうのがトトのアフリカっていう曲なんだけど、このアフリカって曲俺中学校の時の英語の授業で先生がこうあのよくさ曲持ってきてさ、それでじゃあちょっと単語勉強しましょうとかってやるじゃん、それで先生が紹介してくれた曲で、それ中1の時だったと思うんだけど、それで、あ、すごい曲だなと思って、そこからすごい思い入れがあった曲だったから、まさか自分の人生でトトのアフリカを生演奏で聴ける時が来るとは思っても見なかったから。そうだよね。もうね、自然と泣いた。ちなみに、さよはどの曲が良かった？やっぱりビートルズのイエローサブマリンやってくれたから、ゾクゾクとした。イエローサブマリンもやってくれたもんね。あのね、ビートルズと同じ時代生きてるんですよ皆さん、これ結構重大なこと、すごいこと、リュックサラリー、え？なんて言った今、何それやって、今やすやって、こうやって歩くやつ、何それ、リュックか花木ハワイのサーフの神様じゃなくて、そうそう違うよ、誰、何の話してんだよ、こんな道が広くて気持ちいいと、うん、こういう歩き方したくないな、なんねえよイギリスアーティスト2組見たわけだけど、それ以外にもイギリスの有名人見たよね、うん、通常毎年トロントで開催されているトロント国際映画祭 TIFF 通称 TIFF にも遊びに行ったんだよね、うん、会場で会った日本人の若い子がこの TIFF のイベントに行きたくてトロント選んだ、ああいるいる、留学先を選ぶときに映画好きだから TIFF に参加したくてトロントにしますって子も結構いるよね、うん、いやでもそれくらいすごいイベントだから、で我々映画自体は見てないんですけど、毎回外にレッドカーペットが敷かれてて、そこで出演者とかを見られるっていうイベントも開催されてて、それは参加無料なんで行っ
できちゃったね。うん、並んだね。並んだ。レッドカーペットの周りには柵がされてて、まあ、誰でも見れるんですけど、さらにまあ優先エリアみたいなファンゾーンって言われるエリアもありました。で、ただこのファンゾーンに入るにはそこ専用のリストバンドもあらかじめもらわないといけないので、本気の人なんかはまずリストバンドをもらう列に並んで、リストバンドをもらったら今度はそこのファンゾーンに入るための列に並ばないといけないっていう感じで、聞いた話によると夜中の12時ぐらいから並んだ人もいるみたいで、それだけ競争率の激しいイベントではあるんだよね。ただその俳優さんたちは必ずしも柵全部を回ってくれるわけじゃないんだけど、このファンゾーンのところは必ず歩いてくれるんだよね。で、そのファンゾーンにいる人たちは運が良ければサインとかしてもらえたり、一緒に写真撮ったりとかしてて、それはねちょっと羨ましかった ね。で、誰見たんだっけ。我々が見たのは元ワンダイレクションのハリー・スタイルズと、そして俳優のエディ・レッドメイン。ハリー・ポッターシリーズなんか出てる人だよね。そう、かっこいいの。この2人見ちゃったんですよ。俺らは結局2時ぐらいにはダウンタウン出てたけど、ハリー見るのに4時間待って、まあ、6時ぐらいにハリー見て、でさらにエディ見ようってことになって、エディ見たのが8時とか9時とかなんかそこら辺だったから、結構長丁場で大変ではありました。でも見れてよかった。うん、俳優に会えるイベントってそうそうないよね。ないよね。あのほらアイドルとか歌手はさ、コンサート行くっていう方法があるじゃない、うん、まあ、チケット取るの難しいって言われるけど、うん、そう思うと俳優に会えるっていう機会があるトロントすごいよ。うん、確かに確かに。そのセレブとこんなに会えるイベントが多いっていうのも、まあ、カナダならではというか海外ならではっていう感じをするよね。さすがにファンゾーンには並べなかったんですけど、でも結構俺の前に3列ぐらいしかなかったから、かなり近くで見れて、実はその時の映像あるのでご覧ください。さあ、いよいよ一番ポピュラーなところまで降りてきました。人も結構いるね。うーん、さあ果たして川登りは見られるでしょうか。おー、エルディ今飛んだな。惜しい。失敗した今。すごい惜しかった。上下あの一番上の線のとこまで行った顔が。惜しい。なんかさ、もう生命の凄さを感じるよね。うん、結構惜しいのいっぱい。そうなの、痛そう。そして、あ、頑張れサーモン。うわー、頑張れ。いい感じだった、いい感じだった。おお、今かなり惜しかったんじゃない。おお、惜しい、頑張れ。すごい先生だった。見て見て、すぐそこにいるよ。すげえ。でけえ。今日はハンバーリバー沿いを散歩しながら夏の思い出を振り返ってみました。今年の夏はいろいろあったね。ねえ、楽しかった。うん、ついでにサーモンランも見たかったんですけど、確かにサーモンは泳いでたんですけど、残念ながらジャンプ成功しているのは見られなくて、それは残念でした。夏のイベントに参加するのはやっぱりどれも3年ぶりだったので、すごく楽しかったし充実してました。来年もいろいろ参加したいね。そうだね、今年以上にいろいろ参加しましょう。うん、それではまたお会いしましょう。 You have a good one. Peace out.あのね、ここ来るとね、毎年ね、サーモン食いたくなるもんね。なるね。朝、ね、サーモンだね。今日も季節だね。美味しそう。美味しそうじゃない。頑張れ。頑張れ。頑張れ。